不動産売買、賃貸、資産運用の中西不動産の提供でお送りします。神戸淡路鳴門道が強い風のため通行止めになっています。神戸淡路鳴門道は強い風のため徳島方面に向かう下り線は伏せ畑と東浦の間、また洲本と鳴門の間、神戸方面に向かう上り線は鳴門と洲本の間、また東浦と垂水の間がいずれも通行止めです。葛西市内の県道24号高北条線は幕南と中飛びの間が事故のため上下線とも通行止めです。名神高速は下り線の豊中インター付近であった事故の処理は終わりましたが6キロ半、上り線の豊中インター付近であった事故の処理も終わりましたが6キロ半の渋滞です。中国道の上り線は特に中国池田インター付近で2キロ半の渋滞です。阪神高速3号神戸線の東行きは深谷を先頭に14キロ、西行きは柳原を先頭に9キロ、5号湾岸線の南行きは港大橋を先頭に8キロの渋滞です。加古川バイパスの西行きは加古川中央ジャンクションを先頭に第二神明道路に伸びて8キロ半、姫路バイパスの西行きは中寺で6キロ、姫路バイパスと加古川バイパスの東行きは特に加古川を先頭に8キロ、第二神明道路の東行きは伊川谷付近で5キロ半の渋滞です。ジャティックの多田でした。すべての出会いが大切な出会い、私たち中西不動産はあなたの思いをしっかり受け止めます。笑顔で前進、輝く未来へ、新しいスタートを。キッスレイテストトラフィック、中西不動産の提供でお送りしました。 KISS latest weather from the sea to the mountains of Kobe。 まずは天気概況です。今夜の近畿地方は北部では広く雪が降り、中部や南部でも雪の降るところがあるでしょう。明日も近畿地方は強い寒気の影響を受けるため、北部や山沿いを中心に断続的に雪が降り、大雪になるところがある見込みです。中部の平野部でも雪が降って、うっすら積もるところがありそうです。続いて各地の明日の空模様です。兵庫県南部は曇り、夜は晴れ、ところにより雪でしょう。兵庫県北部は雪か雨、大阪府では曇り、夜は晴れ、ところにより昼前まで雪の見込みです。明日の予想気温です。明日は最低気温最高気温ともに今日より大幅に低く、真冬並みの寒さになりそうです。朝の最低気温は神戸と洲本は2度、姫路と豊岡は1度、大阪は3度の予想です。また日中の最高気温は神戸と姫路は9度、洲本8度、豊岡6度、大阪は10度の予想です。あさって日曜日の兵庫県南部と大阪府の天気は曇り時々晴れ、兵庫県北部は曇り一時雨か雪の見込みで、最高気温は10度前後の予想です。なお現在も田島北部の波浪警報は継続中です。また兵庫県と大阪府の各地に大雪や風雪、雷、強風、波浪、高潮、着雪に対する注意報が出ています。ご注意ください。以上、キッスレイテストウェザー永田がお伝えしました。 89.9